今回はですね、花屋龍馬シリーズのちょっと途中で綾沢ちゃんとの底辺長者合宿会事、これをねちょっと見ちゃったんですよね。で黙っていられないんで、花屋龍馬シリーズの 89.5 話としてですね、90話の前に少しだけ、雑談話をお届けしたいと思います。今日のテーマは少子高齢化を止めようっていう形だったんですけども、まあ、花屋龍馬さんがね、稼げる男子をいっぱい作るっていうようなキーワードを出してくださったんで、私とまた共感するところがあるなと思いまして、まあ、私ね、なんかね、その男女同権とか別にそれはあってもいいと思いますけども、だからといってね、支払いの際に金をなんこと経済の面においては男が9割、女性が1割で五分五分だっていうふうに思ってるんですよね。まあ、そうじゃない考え方があってもいいと思いますけども、基本的になんかね、私のもう習慣なんでしょうね、支払いの時に俺が出すみたいな感じですよね。だから自分が出せないことにものすごく違和感はあるかなと思うんですよ。かっこつけても何でもなくってそういうもんだと、経済を預かるのは男の役目じゃないかなと思うんですよ。だからこれね、金がない時でもそんな見え張ってるもんだから金がどんどんなくなるんですけどね。まあでもずっとそれでやってきたし、これからもこと支払いに関しては俺がやるみたいな感じですかね。まあだからそういう意味で言うと、私はまあ原始的なんですよね、考え方が。男が稼いでくるっていうところが全然動かないんで、その上で女性が稼いだり仕事するのは尊重するんですけども、なかなかね、女の人にお金払わせるとかね、考えられないですね。もちろん食わしてもらうというのも別にいいんですけども、なんか、ね、見え張りなんですよね、きっとね。身を張りたいし意地を張りたいわけなんですよ。ことそこだけですね、私のこだわりは。もう意地を張っているだけかなと思いますね。で、花屋龍馬さんもその日本全国に稼げる男子っていう風な言い方してましたけども、私もね、やっぱりね、男は最低限稼げることで、見てくれはもうしょうがないんですよ。これは生まれてこの方ですからね。でも稼げると見てくれもちょっとね変えることができるし、稼げる男ってかっこよく見られるんですよ。だからそれでいいんじゃないですかね。あの人顔は不細工だけど稼げるのよねっていう風な感じで見られると、トータルでかっこいい男になるんじゃないかなと思うんですよ。特にね、40代とか50代になって、まあ、金がないっていうのは女性から見てどうなんやと、この人何の人生送ってきたんだって思われかねねえなと思うと、ちょっと私はね、身を張っていきたいなと思うし、それから同じように感じている40代50代の人を何としても稼がしたいと思います。それこそね、もう全然お金がないギルピンの状態から、借金いくらあってもね、自己破産しようがどうしようが稼いで全部ね帳消しにするというくらいの、なんか勢い持っててほしいなと思いますよね。で、その動機をつけるために私も踏ん張っていきたいですし、もともと私もね、平和公園でですよ、平和公園でホームレスして段ボールでこうやって寝てましたからね。私の得意なのは段ボール2階建てで上にも寝れる下にも寝れるってやつですよ。で、小さいながら階段も作りました。まあ階段っていうのはミニチュアですけどもね、使うわけではないんですけども。で、平和公園を住所にして郵便物を受け取ったりねしてたんですよ。で、面白いですよ、なかなか。その他ね、本当にホームレスしてないと言えないことはいっぱいあるわけですよ。どこで飯食うとかね、段ボールはどこで交換してもらうとか、空き缶はどこで拾ってきてどこでお金に換えるとかね、知らないでしょ。だから私もホームレスになって、ホームレスの先輩に教えてもらって、ホームレスってのはちゃんとね、こう序列があるんですよね。で、基本的には長くいる人の方が偉いんですよ。で、賢い人とかが偉いわけじゃなくて、一番長くいる人がドンとしてね、もう年齢とか関係なく一番のさばっていて、その人のためにみんながこう持ってきたものをこうなんですかね、あげるみたいな感じですね。で、きちんとしたこの三角形ピラミッド型ができていて、新人は一番下から当然始まるんですけども、ちょっと上のランクの人にいろいろ教えてもらうんですよね。そしたら自然に恩を感じるんで、このホームレス軍団のなんか役に立ちたいなと思うようになるんですよ。しかも軍団って名簿があるわけでも何でもなくて、単なる認識ですからね。なんかあいつ最近顔見ないよねって言ったら、大抵ね、どっかの土地に行ってるか死んでるんで、本当に死んでるんで、死も身近にありましたね。で、やっぱバイタリティあるんですよ、みんな。そのホームレスの中では、その貨幣価値が変わるんですよね。だから1000円ってのがもうなんか億万長者みたいな感じで、500円玉を持ってるとね、本当におおすげえみたいな感じで、じゃあそれでみんなでお昼は食べようよみたいな感じで、まあ、500円でね10人とか食べちゃうんですよ。で、500円で食べるんじゃないんですよ。ただのものをみんなで食べてきて、で500円でさらにプラスアルファで、
ワンカップ飲む人が2人とかね、あんな感じなんですよ。すごいでしょ。でこの前は何々さんと何々さんが飲んだから今日はこっちねみたいな感じで持ち回りになったりとか、あとはワンカップ買ってきたのを、まあビールでもいいんですけどね、発泡酒を3本か4本買ってきたのを分けて飲むみたいな回し飲みとかをしたりもするんで、まあでもねすごいですね。なんか思い出すな。みんなどうしてるかな。ということでね、ホームレスの世界にもこの久保哲夫という人間を君臨して、まあ今ねもう絶対に戻ることはないと思いますけども、戻るっていうのはそのホームレスさんがいるところに私が訪ねていくことはないと思います。それは、あの街であっても知らんぷりして通りすがれっていうふうに襲われてますからね、あのそれはもう 何にもならないと。ホームレスに声をかける、ホームレスから抜けてたやつ、部別以外の何でもないし、まあ本当に住む世界が違うと思って、俺たちのことを目にくれるなとかね、なんかそんな、なんか教育めいたのもあったんですよね、なんだろう、ホームレス君みたいなのもね、これもちょっと整理してどっかで発信していきたいかなと思いますね。はい、ということで稼げる男子いっぱい作る、もうそれにつきます。で、今回の動画のね、ちょっと喋ってるうちにちょっと思いついたことがあるんですけども、なんかその、母子家庭応援ファンドみたいなのをちょっと作れませんかね。毎月10万ぐらいをそこにファンドに入ってる男同士でこうずっと積み立てていってね、そのお金を母子家庭の方にこうあげるみたいな、支援するみたいなね。で直接は会わないっていう約束でやるんですよ。それをやっぱ母子家庭の子っていうのはいろいろとね、なんかこの妙なことになってもいけないんで、これは私の考えすぎかもしれないけども、母子家庭っていうと幼い女の子、男の子、そしてお母さんみたいなね、とかくあの娘さんとお母さんみたいなペアに、まあ、中年の男性が行くと、まあ、真っ当にやってればいいんですけども、妙なことになりかねないんで、直接会わずになんかできないかなとか思っちゃいましたね。